市民の皆さん去る5月4日に政府は緊急事態措置を実施すべき期間を5月31日まで延長すると発表しましたこれを受け富山県においても外出の自粛や施設の使用停止などについて同じく5月31日まで延長するとされたところでありますただし美術館などの一部の施設につきましては5月11日以降 休業要請の対象外とするなど一部緩和も図られたところであります本市におきましても市主催の行事などの中止や公共施設の閉館などについて国と同じく今月末まで期間を延長させていただきましたただし休止の期間につきましては今後の新規感染者の減少状況などを踏まえまして期間の短縮や緩和などについて適切に判断してまいりたいと 考えております市民の皆様にはさらなるご不便をおかけすることとなりますがどうぞご理解とご協力を賜りますようお願いをいたします今回改めまして新型コロナウイルスの感染を収束に向かわせ早く普段通りの生活に戻れるように3つのお願いをさせていただきたいと思いますまず一つ目に新しい感染者を増やさないこと そしてもし自分が感染した場合に家族内感染や職場の同僚などに感染させないようそれを防止していくことが重要であります。こうしたことから普段から人との距離をしっかりとるということマスクを着用するということそして手洗いの励行特に手洗いについては30秒間しっかりと洗っていただくことこの3つをしっかりと取り組んでいただくという 一人一人の基本的な感染予防対策が重要であります。どうぞ皆さん、この対策を新しい生活様式として徹底していただきますようにお願いをいたします。2つ目に、多くの人が一度に感染するリスクを減らすために、引き続き、不要不急の外出を控えていただきますようにお願いをいたします。3つ目に、自粛疲れやストレスなど、 溜まっておられる方も多くいらっしゃると思いますご自身の健康を維持するためにも自宅でできる運動を継続していただきますようにお願いをいたします近所の散歩やジョギングまたケーブルテレビで毎日午後3時に放送しております百歳体操 NHK のラジオ体操や YouTube で配信しておりますスポーツ宅配便特別編おうちでトレーニングなど ご自身に合った取り組みを継続していただければと思いますその他市民の方事業者の方からの様々なご相談に対して市のホームページにそれぞれの相談窓口やお問い合わせ先など掲載させていただいております一日も早く収束に向かわせるために市も全力を挙げて取り組んでいるところであります市民の皆様におかれましても引き続き正しく理解し正しく恐れるこうしたことを基本とした 冷静な対応と市の取り組みに対するご理解とご協力をお願いいたします市民一丸となってこの難局を乗り越えましょう